ナバホ。ナバホとは。なんか最近ね、結構昔の方やってたから、新しい方、ホームレス失意の次ということで。病院運ばれて逃げた後ですよね、多分。こっちは超バテバテで喉乾いてて、自分の居場所も分かんないんだから、いい加減黙っていい子にしててくれない？なんて言ってんの？分かんないのよ。すげえとこ歩いてんな。あ、できる。できるとして何ができるんだって話だけどね。何もできねえか。ああ、ダメだ。ああ、ダメだ。10メートルぐらいかな。範囲。マジで何もねえな、これ。簡単に言うべきじゃないか。あ、なんかない、あそこ。車がない。気のせい。あ、家もあんじゃん。あるぞ。あ、普通に見えたわ。車がある。そこの先に。うわ。まあ、地球って広いんだなって思うわな。あ、ちょっと、すいませーん。そのプープーは何？止まれないけど、なんとか頑張ってなーっていう感じ？あ、来た。助けてー。うーい。はぁ。あえてさ、また来るよね。止まってくれそうな時が来そうじゃない？この先が気になるんだよな、僕としては。大丈夫だって。砂漠のど真ん中で脱水状態だし、まずいぞマジで。だけどきっとなんとかなる。本当か？あっ、ほっといてよエイデン。何？お、エイデン。なんだかんだここに着くのか。大丈夫エイデン、怖がる必要ないよ。まあこんなね、辺境地で暮らしてるとなるとちょっと、まあ、怖いわな。どこ行けばいいの？あの家じゃないの？これも家？これでも馬小屋だよな。覗いてみる、エイデンで。あ、動物もちゃんとこうやって青く見えるんだね。人間だけじゃねえのか。特に触れることはしないか。乗り移ったりとかはできねえか。うん。特にって感じかな。ん？なんだあれは。あ、犬か。入れんの？あ、見るだけ？羊。めぇめぇ。馬。ここだけ見るとちょっと別ゲーみたいだな、馬もいるし。レッドデッドっぽい感じが。たくましいっすね、ワンちゃん。暑くないの？大丈夫？ワンちゃん。すいません。
いやいや、その番犬。やばいやばいやばい、助けて。傷つける気はないから。うん。あ、ダメか。あいつとは仲良くなれねえわ。まあでも番犬としては素晴らしい働きをしてくれているね。一応向こう側も見とくか。歩くのが遅くて。なんもなさそうだな。エイデン。ああ、ちょっと。なんかある？それこそなんか ボーナスなんとかとかない？意外とないか。この中とかありそうだね、なんか。ああ、届かない、ギリギリ。入れる？入れないか。何ここ、暗くてわかんねえわ。まあ、特にこれといってって感じかな。とりあえず玄関からお邪魔するか。の前に、あ、入れねえ、入れねえわ。あ、でもなんかいるな。二人？三人？一世帯いんのかな。わっ、え、ほっといてエイデン。え、なんかエイデンが勝手に今ワンちゃんをグワッと追いかけたんだけど、気のせい今グワーンって今。あ、ワンちゃんいっちゃったワンちゃんいっちゃったわ。すいません、助けてくださいませんか。あの、突然お邪魔してすみません。あら、ハンサム。あの、一晩泊まれる場所を探してて、もしよければ。他に行け。あの、本当に一晩全然どこでもいいんです、本当に。物置、あの、そう、なやでもいいんです。お願い、朝までには必ずいなくなるから。ダメだと言ってるだろ。なんでよ。もう行くんだろ。面倒をして、やいや、いや、なんだ。いいぞ。え、止めてやろう。何を話したの今。入って。おい、伝わらないやつで話すのやめて、怖いから。もしかしたらすげえ下水派な。名前は。おばあちゃん。ああ、ジョディ。ポールだ。民族系ですね。息子のコリーとジェイ。コリーとジェイ。ポール。私の母、シマサニ。シマサニ。うん。返事はしないが気にするな。何年も喋っていない。それこそ。これから夕飯だが、一緒に食べる。優しい。ありがてえ。ええ。ぜひとも。ええ、ありがとう。いいんですか？ありがたい。あ、もうこんな、いいんですか？もう一覧、よいしょ。早いな、展開が。展開が早い。どうしようかな？ちょっとどうしようかな？芋からいこうか。芋だよね、これね。芋？これ。あ、トウモロコ、トウモロコシもいただきます。うまそう、これ。バター醤油でね、これ、は、やばい、お腹空いてきた。うわぁ、そんな目でみんな食べてる姿を。あなたも食べなさい。肉も食べたいな。の前に飲み物ですよね。ありがてー。
お水も会話がないな、この家族は。もうちょっとなんかいろんなこう話をしながらさ、あ、ちょっとまず水の、ごく、あー、うまい。そんなちょっと怖いな、なんかちょっとその 目とかが、目とかが怖い。芋、あー美味しい。ここじゃヒッチハイカーは珍しい。そうなんすか。どこに行くんだい。町から町へ転々と、はい、あてもなく。なるほど。ナバホって何。あなたたちはナバホ族。やっぱ族か。ディネだ。ディネ族。人々という意味だよ、ナバホの言葉だ。牧場。ここはすごく町から遠いけど、うん、先祖代々ここで暮らして、うん、なんかそういう感じだよね。なんかここで生まれ、ここで死ぬ。弓矢とかを使うような部族というか。息子たちには町に行けと言ったが、だが家族と残ることにしたようだ。うん、馬を飼ってるの。ああ、マスタングさ。マスタング。チュロスもたくさん。マスタングっていうの。チュロス。羊だ。羊毛と見る。あ、マスタングって多くはないが。マスタングって車って、だから馬の、あれ馬のマークあるっけ。あ、な、なに。え、何？もう遅い。あとはジェイに聞け。え？おやすみ。え、何？え、怖い怖い怖い。何？嵐とかじゃないの？え？動物たちがなんか怖がってるんです。さあ来い。え？お、わかりました。すいません。こっち？誰に言って、私に言ってる？こっち？これで様子見に行けないの？これ行けねえ。これなんか見、あ、ワンちゃんここにいたの。おい、お前何ビビってんだよ。さっきまで俺こっちになんかワン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 来やがって。やお前、おい、ごめん。あら、アメリカン。部屋から出るな。え、何が聞こえた。聞こえてもってどういう意味。命が惜しいかなら鍵をかけて朝まで出る。え、どういうことなの。わからん。おー、赤パン。ちゃんとね、パジャマがあるね。よかったよかった。パンツのままかい。え、狭間がここら辺にあるってこと。なんか違う。下は一体。灰？灰でなんか結界作ってんのか。やめた方がいい、絶対。これは何？今のお風呂？今の何？どうしよう、外出るなって言われたけどな。すげえ出て。なんだっけね、そういうの。ダメみたいな。やっちゃいけないことやりたくなる。なんか、効果あるよね。インギュラだっけな。インギュラ効果だっけな。ああ。出ないんかい。じゃあ寝るか。窓は絶対開けない方がいいんだよね。開けられないよね、そもそも。何なんだろう、何にビビってんだろうね。
まあ、ベッド以外選択肢ないかな。一応これで見とくか。なんかある？出れる？そういうことか。なんでこの家にさっき入れなかったり、そして今出られないかと言ったら、結界が張ってあるからってこと？そんなんかある気がするな。ここら辺は通れるもんね。こういうところは。だから家のこの、が、あ、ちょっと待って、隣に人がいる。お、見れるぞ。何うろちょろしてんだ。野球大好きじゃん。野球大好きです、この人は。もうちょっといける？わあ、ギリいけるな。あ、なんかブルブルしてる。なんだ？あ、おびっくり、おー、おー、セクシーショット。うん。皆さん寝てますね。これ以上はいけねえか。これ以上いけねえな。なんかいないか、ここに。いねえか。ワンちゃんがビビってる。ご飯な、もうちょっと食べたかったな。ここはおばあちゃんか。はいはいはい。うん。了解。寝てみよう。あながち間違ってないんじゃないか、僕のこの考察は。考察って言わねえか、ただの考えか。いや、だとしたら入れねえか。だとしたら、変なところだけど。ねえ。大丈夫？うん。明日にはここから遠くに行けるはず。おやすみ、エイデン。エイデン、ここに入れんのおかしいもんね。だとしたら。さ、寝る努力をしよう。なっ！何？悪夢？ What？ おー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 、やっ、誰？わーお、悪夢です。何？窓開けちゃいそうじゃない？大丈夫？違うね。外出る？外出るの？部屋から出ちゃいけないって言われたんだよ。出ちゃうの？出そう。あ、使えるな。変わった？なんか。寝た？あ、ビビってる。絶賛？あ、こいつもビビってるわ、なんか。あ、これ以上いけんじゃん。あ、父。あ、すごい、なんか。うん、座禅組んでる。ワンコロはビビってる。ばあちゃん、あ、目開いてない、これ。わかんない。とりあえずみんななんかちょっと様子がおかしいっすね。え、開けちゃうのこれ。ちょっとどうなってんのと。今見ちゃったしな。もう一回寝る。寝るか。
もううるせえ、すげえ。何なんでしょう、これは。